はじめましての方も2度目まして以上の方もおつまわり、かしまわりでございます。はい、本日は阿部寛樹バルセロナ FC への移籍ということで、そちらの話をちょっとしていこうかなと思います。まずですね、とりあえずそのバルセロナ FC に移籍するとはいえ、バルセロナ B というね、バルセロナの下部組織、いわゆる日本でいうところの FC 東京 の、アンダー23みたいなチームですね、のところに所属するということでございます。スペインの3部に所属しているバルセロナ B にまずとりあえずは登録されるというようなところでございます。で、その A 代表経験っていうのが、まだこの間のコパアメリカのところで、おそらくコパアメリカってキャップ数つかないはずなので、 A マッチじゃないので、おそらくつかないはずなので、キャップが まともについていない選手に対して、2億5000万近い移籍金がオファーが来ていて、でプラスアルファトップチームに、登録されたら、プラス500万ユーロ鹿島に入ってくるというような、報道がなされております。合わせて8億5000万ぐらいっていうような話ですけれども、非常に破格だと言えます、この移籍金に関してはね。そんな金額を出していただいて、バルセロナから評価されているということですから、そのところに関しては阿部自身もやっぱりこう喜ぶべき部分かなっていうふうには個人的には思っております。そうですね、ちょっと今季不調というか、ちょっと本人の思うようなプレーは見せられてなかったのかなと鹿島ではねいうふうに思っておりますけれども、そのきっかけとして、一つその移籍っていうのはいい部分になってくると思いますし、やっぱりこうバルセロナのそのカンテラ上がりの選手たちとか、そういうチームでやるっていうことは、そのサッカーの本質じゃないですけど、やっぱりその楽しみながら止める蹴るもしっかり技術を持っている、さらにはポジショニングっていう部分でもしっかりそのメソッドを持っているっていうようなチームでやるっていう、そのサッカーの醍醐味が詰まったようなチームのねところでサッカーをもう一度できるということは、彼自身のそのサッカーっていうのを見つめ直すきっかけにもなると思いますし、またその思い出すというか、そのまた自分の中で湧き上がってくるそのサッカーっていうものっていうのを表現しやすい場所でもあるのかなというような気は個人的にはしております。なので、その確かにね、10番背負ってうんぬんだとか、その今季調子悪かったのにうんぬんだとかっていう風に、思う気持ちっていうのもわからないでもないんですけれども、それでもやっぱり彼自身のその決断っていうのを尊重したいですし、そのバルセロナからの評価っていうのもやはり、こちらとしては称賛して送り出すべきなんじゃないのかなっていう風には個人的には思っております。ですのでね、非常に、応援して、今後も応援していこうかなっていうふうに思いますし、頑張ってほしいですし、いち早くねトップチームに登録されて、鹿島アントラーズに500万ユーロを振り込まれるようにっていう言い方も変ですけどね、そのところでね、それも一つのその阿部の中で高いモチベーションっていうところの中の一つで、その恩返しっていう意味でになってくると思いますし、そういうなんか目先にあるそういう目標、やっぱりトップチームに上がるっていうその目標っていうのがあることっていうのも、彼自身の成長にもつながるのかなというふうに思います。ですので、向こうでね、ぜひ活躍して代表でもう一度、鹿島バツとして、ぜひね、応援したいなっていうふうに思っております。はい。で、もう一つ、鹿島アントラーズがバルセロナ FC と、移籍交渉を持った、ここのところっていうのも一つブランド価値としてすごく高い部分になってくるのかなっていうふうにも思っております。あのレアルマドリーと2回クラブワールドカップで対戦し、あのバルセロナと移籍交渉を行ったクラブということで、世界的にも鹿島アントラーズの名はこれでまた1個上がったのかなっていう気はしております。はい。と同時に、
要するにアジアやクラブワールドカップ、ここのところの舞台に出ていけば鹿島アントラーズにいても世界的なビッグクラブから見られている機会があるよっていうことですよね。これに対しても少しこう若手に対しても刺激になっていく部分なのかなっていうふうに思います。まあここでね少し怪我人等々出ておりまして、で若手に結構チャンスがね、回ってきています。でもちょっとこうまだなんとなく煮え切らないというか掴み切れないというか、そういったようなプレーが多い中で、ここで阿部が要するにそういったところの舞台で活躍したっていうところの評価を受けてバルセロナに移籍していった、この事実っていうのは鹿島アントラーズの若手の選手たちへのモチベーションに非常になると思います。ですので今後はまずその鹿島でレギュラーを奪って活躍をして、アジアを取って世界に出て、他のヨーロッパのクラブにアピールをする、そういうところの、一つのブランドになっていくのかなというふうに思いますし、今の若手たちにもそこのところは頑張って狙ってほしいなというふうに思うところでございます。はい、阿部裕樹、本当におめでとう。君は誰よりも、その憧れられるクラブ、サッカーをしたことがある人間だったら絶対に行きたいと思うクラブ、サッカーを見ている人間だったら誰もが憧れるクラブからオファーを受けて、行くことになりました。本当に、これは喜ばしいことですし、ここで活躍をして、さらに阿部裕樹という名前を挙げてほしいなというふうに思います。頑張れ阿部裕樹。はい、本日は阿部裕樹のバルセロナ移籍についてのお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、鹿島アリを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。